今日は、はい、田鶴子さん、田んぼの田に鶴と書いて、いい名前ね。いい名前ですね。田鶴ちゃん。はい、田鶴ちゃん。田鶴ちゃん。はい。あ、おはようございます。おはようございます。朝早くからすいません。はい。もう、いつもは何時ぐらいに起きるんですか？ 6 時です。あらー、ほんなら今朝も起きとってくれたんだ。ありがとうございま す, そうです、ね、ほら6時になったら目が覚めるんだもん。もうその前に5時が過ぎから、5時過ぎからも目が覚める。はあ、年のせい。いや年のせいじゃなくてね、やっぱりまめなんですよ。若い時からもう勤勉に働いた人はどうしてもそうなりますね。はい、はい、ねえ、はい、だけどおじいちゃんはいらっしゃるの？はい、主人ですか？そうです。はい。ああそう。テンション下げてたら。先週振られたから誰かと大阪の時の妻を探してるんです。はい。彼女を。彼女じゃなくて。おばあちゃん、おじいちゃんと仲いいの？まあね。まあね。会いたて。50年以上も。あ。暮らしてたら。鎖縁です。そらそうやな、好きとか嫌いとかじゃないもん ね, そうですね。もうまたおるわ。あ、私が今朝6時に起きたらまた元気でおるわと思うんですよね、うん、おじいちゃんと一緒の部屋で寝てんの？あ、そうです。いやらしい。なんでやねん。なんで夫婦。いや夫婦でももうその年になったらいやらしいやん。もう部屋がそれしかないもん。そうや、部屋やから。え、娘夫婦らが2階でね、私らが下で、リビングが広すぎるから、やっぱし畳の方へ行くからね。リビング。それで、そこしか布団引いたらええだけやから。2世帯でお暮らしなんだ。あ、そうです、ね。そしたらお孫さんもおるんだ。はい。そしたら、娘婿と2人で、孫は何人？ 1 人。あ、ほいじゃ5人で暮らしてんの？はい。いや、そらいかんわ。おじいちゃんとおばあちゃんごそごそしとったら。な、孫はおいくつですか？ 25。孫が 25？ はい。おっきいね。そらいかん。あ、でもほんだったら孫25だったら分かるんちゃう？何してるかっていうのはもう。いや、別に何もしてない。何もしてない。テレビ見てる。違う、おじいちゃんとおばあちゃんがやね。はい。田鶴子とおじいちゃんは何ちゅう名前？清。あ、清。氷川清の清。氷川清。いや、西川清は何？よく清、そんなやったら中畑清も言うたれや、全部。山下清も言うたれや。山下清の方やね。ほいでも、おばあちゃん、はい。同居してるから寂しさがなくていいね。そうですね。うん。ね。心配がないからね。あーはーはー。うん、おじいちゃんまも元気なんだ。元気。はい、畑してます。畑してんの、うん、これ寒てもお天気が良かったら畑行っちゃうの？行ってます。今日はこれき あれやからほらね、この日本についとってくれてんねや、うん、そうか、なお仲もいいし。私はなミシンかけしてて、カッターシャツ、え、カッターシャツ塗ってたの、おばあちゃん、うん、またうわー、手先が強い、カッターシャツだったら難しいと思う。60ぐらいまで。え、60ぐらいまで。ぐらいまで。ほいじゃ20年ほど前までやってたんだ。そうですね、ずっとやってました。富博を50年ぐらい、もうはなんて仕入れてくるというか、送ってきて、それバーッとミシン掛けして、高島屋さんの、はあはあ、別注を。あ、そうなんだ。はい、名前入れて、伝票が来るからね、工場から。ほんなら、坂東英二だったら EB とか、左の腕のところちょっと。それをネームつけてね。はいはいはい。ずっとやってましたから、目が悪なって。あら、そのミシンはまだあるんですか、お家に。もうね、ここへ越してくるときに全部処分してきたの。いやー、もったいなかった。もう、縫われへんから。あったらやってもらおうと思ったのに。もうミシンの目がと、糸が通されへん。ああ、そうか。そうか。目のね、これ、老眼ってのはまた不自由やね。もう腹立ってくるね。そうや、ね。ほいで、僕、その上に乱視なんですよ。網膜剥離やん。あ、え？網膜剥離。おばあちゃん？はい。あ、そりゃ大変。もうごめんなさい、全然聞いてなくて、元気そうだったのに。いや、元気やねけどね、うん、目が悪いからね、うん、ついちょっと外へ出るのも危ないから、まあ、そうですね、うん、それはお気をつけください。遠いところへはようでんけどね、うん、
だってね、もう80になると、はあ、転んだりしたら今度はそこでちょっと骨でも折れると、要はね、うん、知ってる人がみんなこけてね、怪我してるから私も用心して慣れた道ばっかり歩く。言うたら悪いけど、俺この前東京駅で転んだからな。ああ、そう。あのね、足がね、上がってないんですよ、自分の思っている以上に。でもね、そうやね。そしたらね、あのこの頃歩道でもね、こう波打ってるんですよね、ちょっと、うんうん、そしたらもうブロックみたいな積んどるんですけど、ちょっと 1,2 センチ高いんですよ転んでね、かっこ悪いでしょ。そんな時に限ってね、おばあちゃん、はい、両手に物持ってんね。そうやね。その豚まんが転んだ時どんな参考に行こうって言ったんやね。まあ、リクサクでしやもん。え、まあコロコロと出なかったからよかったけど、うん、あ、大阪のやっちゃなってすぐ分かったわ。赤いやつがポンと出たから。ね、うん、あ、そうですか、そうですか。はい、だけどいつまででもいい声で頑張ってくださいよね。はい、みんなに言うてバンドええ人やでって。はい、カラオケ話します。話してな、はい、もうどないかしてね、好感度上げないかんから。楽しみにしてたんです。あら、そうですか、ありがとうございます、はい、これからもね、毎週日曜日ですけど朝ちゃんとおばあちゃんは5時過ぎには起きれるから、ね、聞いてください。すぐってラジオつけます。あ、そしてできたらね、窓際で近所に聞こえるようにしながら、はい、いやいや、かまいません、それはいいですね。その後ラジオ体操やってくれたらいいです。なかなか周りは聞こえにくいね。なんで家が周りが広い庭がずっとあるから、家の周りに。あら、また大きな、うん、大きな家なんだ。田原台、あら、え、市場なあての、はい、あそこらの広いって言ったらまた広いで。あ、川島英吾さんと同じ。あ、マジ？住所って番地は違うけどね。おうおうおう、同じです。へえ。そこ通るから。隅純一も確かそうだったな。ああ。川島英吾。市場なてですよね。ちょっと違うとこなんでしょうね。はあってなんか。娘さんも出てはるしね。ああ、そうですそうですそうです。カミルちゃんね。これからもおばあちゃま。はい、お元気でね。はい、ありがとうございます。どうぞご主人にもよろしく。はい、ほいで孫に早いこと読みもらえって言うて。あえこの男、はいはい、25の、そうでしょ、うん、まあ、まあ、まあいかんでもいいか。そうよ、楽しく暮らしてあるから。本当に今日はありがとうございました。はい、はい、こちらこそお世話になりました。まだまだ油断せんとってくださいよ。はい、彼岸まではまだまだいつも寒い日が続きますから。はい、失礼します。まだ風邪ひいたことない。あらま、元気。そんな人に限ってまたあれやで、えらいことになるからね。はいはいはい、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。